ライフハックライブショー第8回目ということで、ちょっと今日、急にやることになったので、ゲスト、今一人だけなんですけれども、Find the Meaning of My Life の和本さんをお迎えして、収録しております。どうも。のことです。こんばんは。はい。よろしくお願いします。昨日はね、あれだったんですよね。お疲れ様でした。ディーパブ5と言われる、巨大なただの飲み会。巨飲大みな会ただでの飲みす。会って何なんでしょうね。まあでも、160人ですからね。160人。1時間で。そうなんですよね。昨日、ディーパブ5の会場でもこれ、7回目を収録してたんですけれども、ちょっと音声の状況とかいろいろ悪かったと思うので、改めて説明しますと、ディーパブっていうのは、D が、デベロッパー。デベロッパーの D で、P が、パ何ブでリッしたっシャけ？パブリッシャー。パブリッシャー、この場合のパブリッシャーっていうのは、ー。いわゆる出版関係だとか、出版してる人でもいいんですよね。本書いちゃった人そうでとすか。ね。ね。まあ、もう出版社とかの人とかですかね。そう。で、U が、ユーユーザー。ザーですね。まあ、iPhone とか Twitter のユーザーっていう感そう覚でですね。すよね。で、B でブロガーブロガーですね。なるんですね。まあ、B が一番多いと思うんですけれども、いろんな立場で iPhone と Twitter を愛する人たちが、現れるという、そういう飲み会です。もう今の定義でほぼ、ネットに生きている人間の9割ぐらいはまあカバーしちゃったわけですけれどそうも、ですね。一部アングラ系を除くほとんどの人をカバーしちゃったわけで、まあ、要は誰でも来ていいという、そういう、ノーセンカンドライフの橘さんが主催している巨大な飲み会。で、会場は東京六本木の豚組で行っていました。で、シそャブの、アンさんですね。シャブアンさんですね。で、160名という、そういう状態でした。最年少の方が、13歳。13歳の中学生が来てて、昨日インタビューできたんですけれども、ブログを書いてて、Facebook にも Twitter にもちゃんとアカウントを持っていて、ネットでちゃんと活動されていると。いや、あで、れは驚きでしたね。あれでしたよね。全然、引けを感じない感じで、僕らに対して、なんていうか、大人だから、こう、なんだろう、従わなきゃいけないとか、稽古らしなきゃいけないという、そういう雰囲気ではなくて、いいね。なんだろう、ここに来て、同じように楽しむんだぞっていう雰囲気がすごくみなぎってて、あれ良かったですよすね。ごかったですね。面白かった。僕らもう、ね、僕なんか二回りぐらい違うんですけど、でも、なんだろう、ブロガーとして、もう対等ですよね。フラットな空間ですよね。全然フラットだし、フェアだし。で、絶対ね、見てる世界が僕らとまた違うでしょうし、違あうでれ、しょう期待ね。できますよね、彼はね。もう、一次会が終わって、ほんとすぐに彼はブログを書いてて、おう。最強の中学生ブロガーに俺はなる。あと1年しかねえぞとか、いろいろこう突っ込みたかったんですけど、非常に楽しみですね。いろいろ目立ち方を知っていて怖いな。もう、すごいですね、それは。すごかったですね。で、ディーパブについてはもう一つだけまとめとこうかなと思ったのが、あの場所に、集まっていた人たちっていうのはブロガーが多かったんですけれども、ちょっとこう雰囲気変わってきたなと最近。昔ブログっていう空間は、どれだけ有効な情報、例えばを、落とせたか。だから本当にメディア化するブログがすごく多かったんですよね。どれだけいい情報が落とせる、どれだけ目立てるとか、どれだけ面白いネタを次々投下できる。ただ、そうじゃなくても、普段は普段の日常的なことを書いているだけなんだけれども、ディーパブみたいなところでいろんな人間と、数十人スケールの人間と付き合いがあると。で、ブログは人間の付き合いなんだって言い切っちゃってる人もいましたよね。多かったですね。だからそういう意味では、立花さんの、このご著書に書いてありますけど、ネットとリアルを混ぜるっていうのは、まさにあの場なんだなってすごく感じるイベントですね、あれはね。そうですね。で、なんだろう。フォロワーが多くなければネットの中の存在感がないとか、影響力がないとかって、これちょっとこう呪縛にかかりやすい言葉なんですけれども、そんな影響力とか全部無視して、10人、20人、この電話番号を知らない仲間がいる。
で、例えば、アラハニアンさんとかが主催されている、毎日ブログを更新しようっていうグループがあアルるんフですァニね。アンファミリーですね。アラハニアンファミリーっていうのがあって、これの人たちが大勢いてて、その人たちともつながることができたんですけれども、26人の方が、とにかく毎日ブログを更新すると。毎日ブログを更新するっていう点だけで彼らはつながってるんですよね。そうですね。例えば、アロハな、ね、ハワイ系のブログで集まるとかいうのが今までのやり方だとするならば、アロハニアンさんのやってる方が、は、どちらかというと、自分たちブロガーだよねって、毎日更新するよ、毎日更新すると更新しやすくなるよっていうそのテーマでは繋がっちゃってると。だからこれ、本当人間関係で繋がってるっていうのが驚きでしたよそうでね。すね。いや、本当にだから、面白いなと思ったのが、今回もいろいろ、本当に大勢の方と名刺交換させてもらったんですけど、誰一人こう、電話番号の交換をしなかったんですよね。あ、そう。名刺の交換はあるんですけど、そう。名刺さえもない場合にはブログの名前だけでことが足りるんですよ足りね。るし、あと、もう、どこうん。で連絡を取るかって言ったら、まあ、会の趣旨もそうなんですけど、ツイッターのアカウント教えてくださいとか、顔とかブログの名前よりも、もうツイッターのアイコンを見せた方が通じるっていう。あ、そう。昨日も、だから、誰だか存じ上げなくておしゃべりしてて、あ、私こういうものですって見せたら、こう、名刺でわかるっていう、そういう瞬間たくさんありましたよね。ありましたよね。うん。あれはね、やっぱ独特ですよね。そういう会がこれからもね、増えるといいですね。DPUB だけでも吸収しきれないものもだんだん出てくるでしょうし、そういういろんな会がこうやって増えていって、あ、これでいいんだっていうふうな形でやっていくと面白いですね。面白いですね。はい。次回の DPUB は、福岡で開催予定らしくて、今会場だとかスタッフだとかを、まあ、募集したり準備したいろいりろこうしやていってる。るそうですね。そうです。はい。期待しましょう。この様子だと福岡まで行ってまで騒ぐ人たちは大勢いるんじゃないのかなという気はしますね。私は行く予定おお、行いきまますか。ね。行きますね。行きたいですね。私はちょっと行けるかわからないですけども、行けるもんなら何かと混ぜていきたいですね。福岡校の方もやっぱり有名ないろんなブロガーさんいらっしゃいますし。そうですね。例えば。例えば、おマスキャの牛牛さんとか。あ、昨日、出てくださった牛牛さんですね。そうですね。あと、シンガーストングアイフォンのクラちゃんとか。ああ、あたりですね。あとは、アカウントをバンされてしまうノリロー君とか。あ、ノリローさん。こうして見ると、本当だから影響力とかそういうの関係ない。要するに、ネットにいればいいということですよね。で、ネットにいるっていうことだけでもう、そう。周りの友達や社、なんだろう、会社の人たちとはまた違う人脈が作れる。で、多分 DPUB の中で、例えば PHP できる人、デザイナーできる人、後ろのね、データベースとかできる人っていうのをパパパッとこう、募集かけたら、きっと出てくるんですよね。で、ウェブでサーしビょうスはね。立ち上げられるぞとか、iPhone のアプリ開発できるぞっていうふうに、横のつながりでできる感じはしますよね。面白いなと思うのが、そのね、オフ会に行って非常に思うんですけど、本業は何をされてるんですかっていう質問はほとんどないんですよ。ないですね。で、別に本業が誰で、どこに住んでて、何をしていようと別にいいんですよ。そのネットでの友達、人脈、だから人脈っていう言葉とはまた違うのかなと思うんですね。人脈とは本当違うにのかもしれないです友ね。達、仲間、そういうイメージなのかなって思いますけどね。どうでしょう。こうね、僕、あれを見てるとね、思い出しちゃうのが、あれですよ。ほら、昔の RPG でね、なんていうか、トラベラーズギルドみたいなところにですね、冒険者だどもが集まってなんでかすね、懐かしこうですね、お前のスキルは何だとか、あ、い。私はこういうアプリを持っている持ものってだまみたいす。な感じで、このアプリをね、見せて、お、お前はこれを、この魔法を使えるのかみたいな。俺とお前とでパーティーを組んで何かやらないかみたいな、こうちょっとこう古臭い RPG のですね、様子をすごくこう思い出す感じですよね。なんかあ本そ当こに、に記載すれば何かが見えるっていう。まあ本当に、だからユーザーっていう枠を設定しているところは絶妙で、別にこうブログ書いてないし、別にパブリッシャーでもデベロッパーでもないけど、とにかく iPhone が好きだよとか、
このアプリが好きなんだよっていうので、こう、参加ができてしまう。参加して OK。で、それをすごくこう、みんな喜んで、一緒に楽しめるし、いろんなこう、話ができるっていう会話、すごく貴重だなと思いますよね。そうですね。さて、じゃあ、D パブも終わりまして、多分もう今頃、大勢の人が二日酔いで、それぞれの生活に戻ろうとしていますけれども、まあ、喉を潰したって言って、今回リタイアした人もいます。今日、北さんをお呼びしてたんですけれども、完全に喉を潰したらしくて、お越しになれませんでした。あともう一人、デニス・タナカンプさんをお誘いしてたんですが、どうやら、お子様の寝かしつけとともに落ちてしまわれた感がありますね。はい。今日は短めにやりたいと思いますので、ニュースが、2、3点あります。そのうちの一つ、もうこの Google プラスと関係するんですけれども、フリップボードのアップボード、巨大なのが来ました。で、しばらく前からフリップボードの、あれですね、Android 版は、ベータ版を使わせてもらってたんですけども、実はそのベータ版の方にも入っていなかった機能が、この Google プラスとの連携です。で、実は Google プラスの、を加えると、投稿を見ることだけではなくて、コメントもすることもできるし、プラスワンすることもできるといこれう、API が公開されたってことなんですか？これ API を多分使ってるんですね。で、多分 Google との間で、何らかの、取り決めがあると。API を使わせてもらってるってことなんだろうな、っていうふうに思います。で、考えてみればこれってすごく、Google にとってもフリップボードにとっても良いことで、そうですね。結局 Google っていうのは、あれですよね、Google プラスっていうのは、共有のためのプラットフォームなので、すべて外からネタを持ってきて、それこの中で共有して外に出ていくみたいな、完全共有プラットフォーム。で、Google プラスっていうのは、Google プラスの SNS だけではなくて、ウェブページに貼られてる Google プラスワンボタンとか、広告に貼られてるプラスワンボタンだとか、YouTube にも置いてあるプラスワンボタンとか、全部が Google プラスなんですよね。こうウェブ全体をソーシャル化してしまえっていう、そういう Facebook をもうなんていうか脱構築してしまえっていう、そういう、企てなので、目玉があるところには Google プラスがなきゃいけないっていう、そういう、あれですよね。って考えると、iPhone 版作ったのは当たり前だし、iPad 版作ったのはもから端入ったのも当たり前だし、じゃない、Google プラスの iPad 版はまだないですけど、スマートフォン版があるのは当然だしと。で、フリップボードも同じですよね。フリップボードも目玉があるところにフリップボードありという、ブラウザ版が、デスクトップ版がまだないだけで、タブレットとかモバイルのところではもうフリップボードで大丈夫だよっていうところまで持っていくのが戦略と。そしたら利害が一致するんですよね。これは。でも、面白くないのは多分サードパーティーの、開そう発者ね。で、俺たそうちは一ね。体いつになったらこの少しで API くれんをだっもたらら。えるんだというふうに思う人は大勢いるんじゃないのかなと思います。現に Google プラスの方でもいろんな拡張機能を作ってる方がいて、みんな苦労されてるので、いつになったら API が来るんだっていうふうに言ってるんですけれども、まあ、でもこれで少なくとも、やっぱりあるよねっていうことは分かったあし、るってこ前と向はきわでかり捉ます。えるか。開発されてるってことももちろんは、もちろんね、API がないわけないんで、あるってことは分かったんですけども、そして一部公開されてフリップボードほどの、アクセスのあるサービスに対して提供されてて、多分スケーラビリティとかもしっかり調べてるんだと思うんですよね。で、もう、じゃあこの流れで Google I/O、今月末、来週ですね、ありますね。Google I/O で API 公開とドーンと踏み切るのか、とそ思っれとてると。も何かこう特定のアプリだけと組んでいくのか。なんとなく今の雰囲気だと特定のアプリのみと組んでいくという雰囲気がだんだん強くなってますね。なんかそんな感じですね。はい。なんかホロウィッチさんのが、一応情報を出してたところによると、まだ急ぐつもりはないというふうにおっしゃってて。で、Google プラスのユーザー数も、やっぱり一時期に比べたらやっぱり遅くなってるわけですよね。で、伸び率がってこと。伸び率はですね。それでこの状態で焦ってるのかと思ったら、焦ってない。全然焦ってない。で、
まず一つには多分 Facebook の摘出があるんですよね。株価があんなことになってて、はいはいはい、Facebook のブランドがドンと下がっちゃったので、摘出で、時間稼いだっていうのはあるかもしれないです。まだ余裕はあるなって感じなのかな。ただ同時に、Google Plus っていうのはやっぱりあの SNS ではなくて、プラットフォーム全体の Google プラス化ってことを言ってるので、なんだろう、その Google プラスが出てきたときに、やっぱり Facebook とのこう対立軸でこう話がすごく多かったですけど、まあ、やっぱそういうものではないのかなっていう。ないですね。うん、ないなっていうのは。SNS で勝負してるわけじゃないんだってことも、うん、だんだんやっぱ明らかになるにつれて。うんSNS を作ってんじゃなくて、もうネット全体を SNS 化しちゃえば、もう Facebook なんかいらないんだよっていうところに、Facebook いらないところまで持っていきたいと。でもね、この企てね、僕失敗するんじゃないかなって気がしていて、結局答えはね、Google プラスでさえもないんじゃないかって気がしないでもないんですよね。なんとなく。結局 Facebook ではないと思うんですよ。Facebook はどっかで消えるとは思うんですけど、最終的には Google プラスさえも超えていっちゃうんじゃないか。まあ、Google はそれでもいいんでしょうね。結局は土管屋ですから。そうですね。まあ、Google の今まで打ってきた手っていうのはね、まだまだモチーフがいっぱいありますからね。資産というか。ね、そう考えると、さあ。まあ、別にこう、なんだろう、情報の集まるところ、溜まり場みたいのを作らなくても、うん、わざわざ溜まり、なんだろうな。ドラえもんでいう空き地がなくても、うん、直接こう、いろんな家に届けに行けばいいだけの話なので。ミクロの空き地同士をつなげるようなサービスを Google が作っちゃって、その土管の部分ですよね。一箇所だけでも Google を通れば広告料をね、広告をベタンと貼っつけて、ネットに流すことができるわけですから。Google ってのは本当恐ろしい会社だなと。すごいですよね。ちょっとだけ不安な要素がいろいろ、漏れ聞かえ、伝える。聞いてるんですけどね、ラリー・ペイジがもしかしたらちょっと病気かもしれないとか、ラリー・ペイジといえば、この Google プラスの、総指揮者ですから、そのビジョンはもう Google プラス全体に統一してるわけですから、うん、ちょっと心配だなと、本人が出てこれない状況にあるという報道があって、ちょっと怖いなというところではありますが、フリップボードから、Google プラスがどうなるんだろうというところを、注目です。で、もう一つ、今週、ちょっと大きめの、ニュースがあったので、これは紹介しなきゃいけないなと思ったのが、こちら、Google Surface ですね。はい、はい。はい、あ、Google?Google Google じゃない。Microsoft ですね。口が Google になっちゃってる。口が Google になってる。Microsoft ですね。Microsoft。久しく言ってないうちに発音の仕方になりましたよ、この会社。久しく言ってないとか言っちゃダメです。作ってる会社。何作ってる会社でしたっけ？小さいソフトなんじゃないですか？小さくて柔らかい。柔らかいです。ああ、また言っちゃった、このギャグ。そうじゃない。そう。なんか伝説的な OS 作ったんですよね。すごいところですよね。そうだ、DOS 作ったんですよ、確か。なんか窓とかも作ってる会社です、ね。窓、あ、窓作ってるんだ。うちにも窓ありますけどって。ひどい扱いだな。ひどいな。いや怒られるぞ。怒られるぞ。まあ、これはびっくりしたっていうやつですよね。マイクロソフトサーフェス。まずタブレットを作ってきた。しかも、アームも作ってきた。で、タブレット用の OS も作ってきた。で、今までマイクロソフトといえば、OS を作って、で、メーカーに売りつけると。で、メーカーはもう自分で OS 作んなくていいから万々歳という、この夢のような楽園がずっと続いてきたわけですけど、ついにマイクロソフトがメーカーに対抗してハードウェア作り始めると。これ、どう、なんで、ごめんなさい、これ個人的な感想ですけど、魅力を感じないんですが、感じなかったんですけど、まずこれの上でどんなアプリが動くのかっていうのは何一つ出してくれませんでしたよね。わかんないですね。見えなかったですね。何のアプリがあるのっていうところで、みんなが、うん、っていう。でもそれはね、フェアに言うならば最初の iPhone だってそうだったんですよ。最初の iPhone は Apple の作ったアプリだけが入っていて、アプリストアが開くまでに2年あったわけですからね。ただこの状況で、ねえ、っていう。
ただ、ああ、ちょっと。一つあり得るのは、なんだろう。アップルは垂直統合しすぎてる会社なので、アップルによってワープロも作られるし、ハードウェアも作られるし、ありとあらゆるもの作られちゃうじゃないですか。確かに。たぶハードウェアですからね。電池の充電器まで用意してるんですよ、あいつら。で、それに対して、Asus だとか、ね、Dell だとか、あいつらは、どう対抗すればいいんだろうっていう状態にあるわけですよね。そうですね。で、そういう時に、もう、マイクロソフトと一蓮托生なんですよね。マイクロソフトが倒れる時が彼らの倒れる時と。このポスト PC 的な iPad みたいな世界に乗れなかったらもう終わりっていう時に、マイクロソフトがレファレンスとしての機械を、まあ、他社のね、ライセンスでやってるんだろうけど、作ってくると。で、血みどろの戦いをエイサスも、デルとかもやんなきゃいやるけこない。とになると。これは、果たしてメーカーにとっていいことなのか、それとも、こう、競争を激化させて、もう今までの通りの世界じゃないんだぞって言いたいのか。だから、この取り方ですよね。その受け止め方、まあ、裏でどうなってるかわかんないですけど、当然。いわゆるそのレファレンスとして、まあ、今後こういう未来に対してマイクロソフト動いていくよっていうレファレンスとしての、マシンなのか、それとも、いや、みんなとはなんだろうな、今までこう、ハードとソフトっていうところで仲良くきっちりやってたけど、ごめん、そっちの市場もちょっと手出していくわっていうのろしなのか、どう捉えるかなのかなと思いますけどね。まあ、どっちかっていう話でもないんでしょうけど。両方取らないともうマイクロソフトとしてはダメなのか。まあ久しぶりにこの会社の名前聞いたのでちょっと期待したいんですけれどもね。ちょっと面白い動画がありまして、Read Write Web っていうアメリカの、ブログっていうか、ブログメディアなんですけれども、が、マイクロソフトの Surface と、iPad の、公開キーノートの比較をしています。これ音声ちゃんと出るかなっていうのがあるんですけれども。これよく作りましたよね。あ、聞こえますか、これ。聞こえます。大丈夫です。要するにね、用そういう語ことがで似すてよる。ね。そっくりですよね。もうほとんど口調が同じじゃんっていうね。テンポもそうだしね。そう。改めてジョブズのプレゼンってすごいなと思いますよね。で、途中でね、ハングっちゃうんですよ。サーフェスの方は。さすが、外さない。さすがですさね、すこのがだ辺な、ね。マイクロソフト、これね、仕組んでますよね。これやんなきゃいけない約束でもあるのかっていう感じですもんね。ねえ。ちゃんとソファーも用意してあるしね。すごいなぁ。Great, great, great. Great choice. でね、値段言わなかったんですよ、サーフェスは。言わなかったですね。これが最高。同じこと言ってる。これ本当、MS ぐらい大きい会社になっちゃうと、なっちゃうとっていうのかな。
まあね、大丈夫なのかな 大丈夫なのかなこいつらって、この言葉聞いてる。だって、最後にバルバーが出てきて、インターセクションビツインテクノロジー&ヒューマンとか、これインターセクションって言葉使った時点でもうジョブスのことを思い出しちゃうわけですよね。さね、テクノロジーとリベラルアーツの交点に僕らはいるみたいな、あの話を思い出すわけで。後援にしてもちょっとどうなのさっていうね。うん。リードライトウェブの、方のビデオはなかなかおかしいので、ぜひ皆さんご覧ください。はい。本当大丈夫なんですかね。このアーム版っていうのがね、もう僕何を言いたいのかさっぱりわかんない。ただ、Windows 8、これ期待できません？期待してます。ねえ。まあ何を期待すればいいのかわかんないんだけど。なんて言うんだろうな。ま、なんだろうな、へそ曲がりとしては、このままこうなんかアップルって言ってるのも尺なんですよ。尺っていうか、そうはならないですよね。だってウェブはそういう場所じゃないからね。なんだろう。触れる接点ですよね。その、ウェブに入る接点の部分ですよ。うん、で、やっぱりアップルの製品ってすごく洗練されてるし、まあ、デザインも素晴らしいし、OS もやっぱり使ってて気持ちいいんですけど、Apple だけが入り口になっちゃうのは、ね、なんか Apple 的なものですよ。そうそうそう。Apple 以外にも、そう、選択肢があってほしいし、なんだろう、こう、あるじゃないですか。こうコンビニで想像してもらえばいいんですけど、見綺麗な背広を着たあんちゃんも弁当を買っていきますけど、なんかこう、何ですか、いろいろボンタンみたいな履いて、やってきてる、おっちゃんみたいなのもみんな弁当買っていくじゃないですか。あんな感じで、みんなが使う場所っていうのが、プラットフォームってものじゃないですか。でも、みんながこのアルミニウム製のこのエアを持ってないと入れないプラットフォームって、それ違うだろうと。違う。なんかこう、ホームレスでさえも使えるインターネットっていうのが、これからの世界じゃないですか。ホームレスだけど、俺オンラインでツイッターのアカウント持ってんだぜみたいな話ってあるわけで。で実際デジタル、ホームレスの方とかってアメリカとかで多いとか、なんかニュース出てますよね。ですよね。話題となってましたけど。指きたつなインターフェースって別にね、アップルじゃなくていいわけで、むしろどんどん踏み越えてってほしいわけですから。やっぱりこの、なんだろうな、アップルの製品って、例えば、この間の WWDC のはい、オープニングでこう、ビデオが流れましたよね。目の不自由な方、iPhone を使って、どうなのかって、非常に感動的なムービーだったんですけど、あれを、ただ、見て思ったのがね、テクノロジーってやっぱ素晴らしい。だけど、そのテクノロジーを手にできる人が、限られているようではちょっとも、どうなんだよってやっぱり思っちゃうんですよね。うん、お金がある人だけ、裕福な人だけが、手にできるテクノロジーって、で、素晴らしい、こう、イノベーションがアクセスできますっていう状況はちょっと寂しいよねって。よく、First World Problem なんて言うんですよ、英語では。First World っていうのは先進国のことで、First World Problem って言ったら、なんか俺 3G につながらないよ、大問題だとか言って、先進国問題だから、それと。なるほど。普通、地球上の9割以上の人間は 3G が来るかどうかなんて関係ないから、というね。でも、その世界がもっともっと指きたすになって、例えば、新商社の人にも使えるアプリ、子供にも使えるアプリ、ありとあらゆる言語の人間が他の言語の人と文化の人とつながっていくアプリとかあってほしいですよね。そう思うんですよね。やっぱみんなが使えるものっていうふうにあってほしいんですよ。で、そういう意味では、Windows の貢献というか、まあ、さっきの、デールだとかね、会社がこう低価格のモデルを出してきて、こうやってたのっていろいろ言われますけど、あれって普及させたっていう面では非常にいいことだったと思うんですよ。そう、まさに。だからマイクロソフトって多分、本当に、なんだろう、偉大な会社で、ビル・ゲイツが世界中の人間にパソコンをって言ってたのは、本当に偉大なビジョンで、もうちょっと評価されて叱るべきというか、多分後世になったら多分すごく評価されるはずなんですよね。だから偉大なやっぱりスティーブ・ジョブズ、まあティム・クックもそうなりつつありますけど、やっぱり偉大なカリスマがいて、偉大なリーダーがいて、
こう突き抜けたものを出してくるっていうのはやっぱりアップルの役割だと思うんですけど、役割っていうか、アップルしかできないことなんだと思うけど、マイクロソフトは全然違った面でのやっぱ価値を作り出せる会社なので、ね、ちょっとね、頑張っていただきたい。社会インフラみたいな、社会インフラ的なね、プラットフォームを作っていったのは、最初はマイクロソフトですからね。そういう意味では、Windows 8はちょっと頑張っていただいて、うん、あ、これは、うん、その、使いやすいし、安定してるし、うん、いいね、これでちょっと仕事したいねって思わせてほしいなと。うん、で特に、タブレット業界に関して言えば、タブレットの世界に、iOS と Android と Windows 8という三国志にしてくれた点が偉い。これ偉い。これで要するに、Android と iOS の食い合いではなくて、第三の選択肢が入ることでチェックが働くんですよね。全部をサポートしてたら意味がないので、どれが生き残るのかっていう、この機能と利便性とのこの戦いが始まるというのはすごい歓迎。あ、欲しくなってきた。欲しくなってきた。その三国志の話で言えば、ピンとこない人で言うと、僕がよく使うのが、コンビニの例をよく使うんですけど、セブンイレブンとローソンとファミマがあるから、うん、コンビニはみんなこう牽制し合って、いろいろこう緊急し合って、やってる図式を想像してもらうと分かりやすいのかなと思いますけどね。分かりやすいのかなと思うんですね。了解です。うん、確かにね。だって、あの3つ、サービスそれぞれ若干ずれてますもんね。そうそうそう、うん、はい。というところで、今日は、完全にもうこの話題でおしまいにしたいと思いますけれども、また来週から DPUB の二日酔いが明けたところで、少しずつ、あと元の、形式に戻していこうと思います。で、今日、ちょっとなんか、おすすめのもの、なんか、おすすめのもの、オブザウィーク。ピックオブザウィーク。ピックオブザウィーク。ここで音楽かけられるといいんですけどね。ペッペッペーみたいな感じで。テレテレテレー。どうしようかな。軽いのと重いのとどっちがいいでしょうか。うわぁ。両方って聞きたくないな、それ。軽いと重いだと両方聞きたくないですね。ですね。じゃあ、軽い方でいきましょうか。ごめんなさい、ちょっとパッケージを捨ててしまったのであれなんですけど、今回映画です。お最近まあ、何かと、ノッドっていうのが、こう、話題になってますけど、ノッド。うん、何がいいのこう、はい、ってますけど。まあ、あとはシンプルライフだとか、ミニマムライフだとか、いろいろありますよね。で、そういうのってね、そういうのにこう憧れてる人をちょっと見ても、見たら面白いんじゃないのっていう映画がこれですね。マイレージ・マイ・ライフ。現代がアップ・イン・ザ・エアーって言うんですけど、はいはいはい。ジョージ・クルーニーが出てる。うわぁ。このありがちな、この、なんて言うんですか、あれじゃないですか、本当飛行機の中で見て、本当に、その終わりた後に、もう忘れちゃっても構わない、あの軽い映画ね。と思うでしょ、うん、と思うでしょ、うん、そうでもないんです。ほう。そうでもないんです、これ。ほう。非常に映像が美しいし、心情描写がよくできている映画です。へぇー。ですんで、まあ、ジョージ・クルーニーが、非常にこう、まあ、かっこいいので、7割ぐらい、8割、9割、反則なんですけど、はい、本当にトランク一つで、こう、はい、全米を駆けずり回って、もう本当に空港が我が家っていうような生き方をしている、はい、本当にいいのかねみたいな世界なんですけど、まあ、その人がこう、中心にした人間模様が描かれるんですけどね、これね、ちょっと面白いですよ。ヒロインとはいろんな空港であったりするわけですか？空港の近くのホテルだとか、はい、まあ、いろいろですね。まあ、なかなか会うのも大変みたいな、そういう、これ、ラブストーリーなんですか、基本。ラブストーリーベースです。ああ、最近多いな。こういう、カテゴライズできないんだな。カテゴライズできないですね。まあ、要はクルーニーなんだな。そう。ただ、ちょっとこう、なんだろう、トランク一つで、こう、世界を飛び回ってるのに、ちょっと、憧れるぜ、みたいな。人は相当背中を押されてしまうんですが、なるほど。ただ結末は結構ね、うん、シビアというかね、あ、うん、っていう結末になっているので、へ、面白いです。それは面白いですね。なかなかこう侮れないんですよね、このあたりの映画ね。そう、侮れないです。Eat Pray Love ってあるじゃないですか。
あの、食べて、なんたら、なんだっけ、乗って、なんか、移動して、雇用してたっけ、なんか、これですね。もう本当にね、そうそうそう、プレイラブも、内向的な人たちへのっていう、あの、テッドの、講演で有名な、方の、有名になった本ですけれども、違います、違います。内向的なではないですよ、これは。あ、違ったっけ？違います、違います。これはギフトの話ですね。エリザベス・ギルバートさんは、作家のこのクリエイティビああ、そうだそうだ、そっのちのギフテッドトのだ。話ですやっぱりテッドの、そうだそうだ。そっちの方の、ね。あれですこよね、れ修正の作。映画化は、なんとジュリア・ロバーツなんですよ。そう、ジュリア・ロこれバーまツ。た反則なんですよ。反則。でこね、れ大変。この映画も本当に、僕、飛行機でいろんなところに行ってた時にそれ映画出たので、4回ぐらい見てるんですよ、その映画。1回たりともイヤホンを耳に入れてないんですよ、僕は。一切映画見ない人間なので、飛行機の中で。イヤホンを入れてないにもかかわらず、ジュリア・ロバーツの声で、全セリフが聞こえてくるんですよ。わかるんですよ。口見てるだけで。何言ってるか全部わかる。だからストーリーラインも全部わかる。もう、ああ、もう、しょうもない映画だなと思いながら、もう4回ともですね、なんとなく横目でこちらちら見てしまうっていうね。これただその映画はちょっとまあ、言及しないですけど、はい。この本自体をね、僕は結構興味深くね、読結局みね、ました本は、よ。これもノマドの話なんですよ。スピリチュアル、自分探しみたいなところがあって、本来もうちょっと叩かれていいはずなんですけど、なんだろうな、叩かせない、可愛らしさがありますよね。可た愛だらしい。まあ、やってるところっていうか、言ってるところをね、ちょっと話すと、まあ、イタリア、インドネシアなんですよ。ね、この辺のね、こう、選び方がね。そう、チョイスがね、素晴らしいですよね、このまあ、いスかにピもリチュア西ル洋感人的なんですけどね。が。なんだろう、イタリアでね、まず、アメリカ人みたいな人にとってイタリアってのは、要するに自分たちのルーツですよ。ヨーロッパですよ。ヨーロッパの自分たちの方に向かってルーツを一回一枚皮を剥きますよね。で、それでも剥ききれないもんだから、こう、神秘イをン求めド、てインドそう、なんて。神秘を求めてインドに行って、インドネシアっていうふうにどん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 自分のね、ホームグラウンドから遠ざかって遠ざかってスピリチュアルな方に行って、で、自分のね、本当の自分を見つけるって、こう、またありもしない話なんですけれども、で、最後にこうインドネシアっていうところでこうゴーギャンチックなんですよ。そう。タヒチじゃなかったけタど、ヒチじゃないインけれドどネも、シなんア、か、こう南国で私解放みたいな。大丈夫ですよ。だって、あいつらタヒチとゴー、ね、インドネシアの違いなんて大体分かってないと思いますから知らんです、それは。絶対。そこだって、知らん。僕、高校の授業でですね、オーストラリア指さして、ここの国何ですかって言ったら、女の子がね、はいはいって手を挙げて、毎日タスタスタって出てって、日本って言ったのはね、僕、未だに忘れられませマん。ジっすか？日本ってね、今、アメリカの貿易産業をどんどん乗してるすごい国なんでしょ？だったらこれぐらい大きいはずとか、ね、違うからとかね。僕の方振り向いてね、なんかね、ここでいいんでしょ？って違う。この小さいやつって。だって見えないじゃない？この国みたいな。わ かった。すげえなー。そういうやつらですからね。いや、さすが。そういう本ありましたよね。アメリカ人のほとんどはニューヨークの場所を知らない。まあでもね、あれはね、本当なの？教と育の思っ仕たけ方も良くなくて、いろいろ教えてないし、日本はおど。かそしいじんゃなないのですか？か。白地図の中に、ああやって山脈だろうが山地だろうが全部書き込んでいくじゃないですか、日本って。やってますあんね。なこと絶対やんないですから。そういうそ暗う記なん型でのす授か？業はやんないですから、せいぜい50周をね、小学校の時にやったかやらないかぐらいです。それだって本当全部暗記して全部テストなんてやんないですから、そんなやるわけない。50周のそ中途うだっなんだ。てね、相当成績のいい子だったら覚えてますけどね。そうなんですよ。そんなもんです。そんなもんなんだ。アメリカの教育の差って、やっぱ高校、大学で出てくるんで、だから、やっぱそこってね、いろいろあったりします。はい。僕の方の、おすすめなんですけど、まだ現物届いてないんですけども、よ、これ、こちら、なんでしょう。これはこれはですね、クリス。クリス・ギレボーの、常識からはみ出す生き方、Art of Nonconformity っていう本なんですけど、それの翻訳が、ようやく、日本で講談社から出版される予定です。多分こ常れで識すかね。らはみ出す生き方、ノマドワーカーが送る仕事と人生の、ルールというものです。でね、この本ね、紹介が難しいんですよね、すごく。なんだろう、クリスっていう人は、すごく正直な人で、でも、そのまま言ってしまうと、彼はノマドワーカーです、一種の。で、どんなビジネスをしているのかっていうのは実は彼は明らかにしていません。
で、複数のネット上だけでできる、オンラインだけでできるビジネスを展開していて、で、その生計だけで生きています。で、そして、そのお金を元手に世界中を旅してます。この世界中っていうのは、本当に世界中の国を訪問する。これが目的で、すげえな。もうね、この突拍子のなさたるや、一本の、世界就航チケットってあるじゃないですか。60万ぐらいで買えるんですけども、世界一周できるんですね。で、その間にいくつかの国を寄れるんで3すつか4ね。つこう寄れるはい。みたいなやつですね。で、それを利用すると、例えば本当に曲芸みたいな、国の渡り方ができるんですよ。ヨルダンで、ほんのちょっとだけ置いて、一泊だけしてから、ここに乗って、なんかタジキスタンのあたり行ってから、そしてまた、なんかインドネシアあたりを回って、また、米国に戻っていくとか、本当そういう、すごい旅な。程をバンバン組むことができる。で、しかも、一回ずつ行って帰ってしてたら、絶対にお金がかかりすぎるのを、それを一度に4カ国とか回っちゃったりするんですね。中東の方に入って、バスで他の国を通って、そっちの国も訪問してから、他のところにトランジットして行っちゃうと。そういうことやってるうちに、今もう残り100切ってるんじゃないかな、あのすげえ。国。もうそろそろですね、アフリカと危険な国しか残ってないらしくて、で、ちょっとどうしようかと。で、そんな彼ですから、例えばビザが結構あやふやな状態で行かなきゃいけないことも結構多くて、そうですよね。これ、普通のね、イギリスとかそういう国だったら想像つかないと思うんですけれども、一部のアフリカの国とかそういうところだと、大使館がまず、なんていうか、なかなかアクセスできない。米国で。で、大使館にアクセスしてビザくれとか、旅行の許可くれっていうふうにお願いしたとしても、まず返事が来ない。じゃあ、所定のお金を払い込んでも、ビザ降りない。で、賄賂がどうも必要らしいとか、で、ビザどうも降りてるに違いないから行ってみたら強制送還されたとか、ダメでしそうたいってやう、つですね。そういう体験クリスは2、3回やってます。すごい。それにめげずにやってる、そんな感じですね。で、そういう、世界中の国を訪問するという、目標に向けて、ノマドワークやってるっていう、そういうタイプの人間で、そんな彼が書いた本が常識からはみ出す生き方。ただね、そんなにすごく常識からはみ出してるようにも見えないんですよ。なんかそのタイトルだけ見ると常識からはみ出すっていうことだと聞きしたいのは、ティモシー・フェリスとの違いそう。いですつもね。これは言われるんですよね。ティモシー・フェリスさんって週4時間働くだけで生きる方法みたいな、お金持ちになる方法って、そういう本を書いた人で、もうこの人はまだジオアビタージって言葉がまだあんまなかった時代に、例えば仕事の一部分をインドの人間に、あるいはバンガロールの人間に、お願いしてしまって、アウ自分トがソー寝てスるして間しにまっ仕て。事を、そう、寝てる間に仕事をしてもらうとか、ネットで顧客を掴んで、ネットに存在するニッチな顧客に向かって製品を開発していくとか、そういうことを自やる分こ不とに在よっで回って、ていくビジネスのやり方とそうか、なんですよ。自そういうこ分と不です在ね。でっていうのを作ることによって、自分自身はサンパウロでのね、なんか、豪奢なホテルで、ワインを飲んでるわけですけれども、それもなんでかっていうと、米国のお金100ドルは、例えば南米のお金でいうと、結構遊べると。そういう国の違いと通貨の違いを利用して、例えば、本当にアメリカで稼いだお金、ドルで稼いだお金を、他の国で利用して、大変、遊べるということをやって、世界中を旅しながら、でも、一日に一時間オンラインになるだけで自分のビジネスは回っていくと。っていうのもビジネスの根幹の一番めんどくさいところは他人に任せてるんですよね。で、しかも他人っていうのは同じ言葉を英語を喋ることができるインド人に任せてしまえば時給、例えば、1万円とかね、かかる大変有能なアシスタントが必要な場合でもインド人にやらせれば時給20ドルで済んでしまうと。このティム・フェリスの本を読むと、もう、ティムってこう、時間も場所も通貨も、全部こう、なんだろうな、
簡単に言えばハックしてるじゃないですか。そうです。自分に有利な形で、ね、有利な形に、倫理的にそれどうよっていう人もそうそうありますけどね。ただ逆にティムは、じゃあ僕がそれやめたらインドの人たちには1円も行かないわけだけど、それどうよっていうふうに言い返すんですよね。いや、まあ、いろいろこうありますけど、だからもうそこまでこう、だからここまでこう徹底的にやってる人がいるわけじゃないですか、うん、はい、ね、本当にそのティム・フィリスって僕こう言っちゃ失礼ですけど、最初ハッタリの人かと思ったんですよ。そうで、日本語とかも全然僕ペラペラ喋れるしみたいなことをこう言ってるわけですけど、嘘つけと思ってたんですが、ビメオで、やぶさめってローマ字で検索してほしいんですけど、ティム・フェリスが日本に来てやぶさめをやったっていう動画が見れるんですよ、フルで。はい。で、それを見ると、日本語本当にペラペラだし、で、そうなんですよね、彼のそのテクニックとか考え方とか、すごく見れるんですが、あ、この人本当に嘘言ってないんだなってわかるんですよね。彼はね、なんだかんだ言って、正直な人です。うん、結構ね、繊細なんですよ。言ってること結構、激しいです。なんだろう、激しいんですけれども、でもね、割と、繊細なところがあって、うん、なんだろう。うん。だから、それだけの努力はしている人間ですね。そのやぶさめの件に関しては僕もブログにしたことがあって、ずいぶん前ですね、もう2008年に、それはあれですよ、テレビ局との、タイアップでやった話で、やぶさめを5日間でマスターできるかっていうとんでもないことをやるんですね。で、これですよね。これひどいんですよ。だから、なんだろう。普通ね、普通の考え方は、やぶさめっていうのは何十年も修行を積んで、行を積んで、その道を追求して、そして自らを高めていって到達する場所っていうふうにこう思うわけですね。本人たちもそう言うんですよ。で、そこに入ってってティムは、でも、やぶさめにのをやるためには、結局、まず最初に馬に乗れればいいんだよね。馬には俺乗れると。馬に乗った状態で両手を離して矢を入れればいいんだよね。で、じゃあその状態をこう分解していこうと。で、ビデオをひたすら見ながら、やぶさめのビデオを見ながら、後ろに引っかえらないために、こう彼らはどういうバランスをとっているのか、どこで弓を引いているのか、どのタイミングで弓を引いて、どのタイミングでリリースしているのかっていうのを、全部もう 0.1 秒単位で分解していって、そして、それを自分でもう一回トライアンドエラーでやり始めると。で、それで、5日間で、曲がりなりにもやぶさめができてしまえば、十数年の修行ってこれ何よと、いうことをやっちゃうんですよね。ね、最短距離を走るっていう、はい、とにかく形だけでもできりゃいい。はい、その最短距離を走るっていう意味ではもう、彼はすごいと思うんですよね。だからそういう人がいる中で、じゃあクリスとの差って何なんだろうね。すごく素朴な興味としてあるんです。で、クリスはそういう、すごくなきゃやれないような話はしないんですよ、うんうんうん。ティモシー・フェリスの話はスーパーマンになっちまおうって話なんですけども、うん、で、スーパーマンになるためには、実はそれほど努力いらないんだよと。結構、これはできないって思ってる常識を、疑いを外してしまえば案外できてしまうよっていうのがティム。それに対して、クリスはどちらかというと、不安の部分をさ、ケアしてくれるんですね。うんうんうん、ほら、こういう生き方をしたらダメって人が言ってたり、こういうことをやったら自分は失敗してしまって、惨めな思いをしてしまうかもしれないっていう不安に今囚われてるかもしれないけれども、案外あなたはいろんなスキルを持っている。案外生きていくために必要なものは少ない。そして案外、その生きていくために必要なものが少ない中で、それを稼ぐための手段は一通りではない。そういうふうに諭してくるんですよね。だから今、惨めにな仕事をしている人、あるいは米国だと割とありがちなんですけども、ある日いきなりボスがやってきて、クビだって言って、もう本当に、しますね、割と落ち込んじゃってる人に対して、いろんな生き方があるよと。で、こういう生き方で僕はやっているっていうふうな提案をする本ですね。だから最後の最後の瞬間に若干ぼかしちゃうところはあるんですけれども、でも、嘘はついていない。なるほど。すごく真摯な本なので、シンシアっていうのが本当にクリスには似合う話です。内容的には、どんな常識から踏み出したらノマドワーカーになれるかとか、はい、不安、収入的な不安、社会的な不安、うん、組織から離れることに対する不安、そういうものは一体本当に
いいのかなと、それ本当に不安って言うけど、どれだけ不安に思ってればいいんだろうとか、どんなルールを変えていけばいいかという話とか、あるいは俺はそういう資格がないよ、スキルがないよっていう人に対して、スキルって案外ウェブの力を使えば短期間に身につけることができたりするんだよっていう話をしています。なるほど、はい、じゃあ一歩をな飛び出す勇気って言ったら変ですけど、そこの後押しをしてくれるような本、後押しなのかな。結局これで何が実現するかっていうところは難しいと思うんですよ。人それぞれなので。で、その人それぞれの部分に関しては、彼の第2作、$100スタートアップっていうのが、安い資本金でもできるビジネスの実例を示していて、で、第1作はもちろん どちらかというと不安の話をしてますね。うん、この話になると長いので、またこれはノマドワーカー特集やりましょうか。やりましょう。ちなみに、はい、先ほどのこの映画ですけど、はい、ジョージ・クルーニーがやってるのは、企業に勤めてる人に首を言い渡すっていう、企業の仕事をしている。キャー、怖ぁ、大変だ。そうですね、ちょっとノマド特集、ああ、でもね、これ答え出ないし、難しいですよ。うん、難しい話だし。ただ、この話になると、ベックさんはいてほしいですね。ベックさんはいてほしいですね。ちょっとまたそういう話にしてしまいたいと思います。ということで、来月、出版予定ですので、これ実はまだですね、色稿が出た段階で、ゲラ、僕、見させていただいてます。僕が翻訳してるわけでも、監修してるわけでもありませんが、なんと、帯に、はいはい、僕が推薦してることになってます。かっけえ、かっけえ、それ。なんか、推薦してます。はい。これ僕が、この黄色い字僕です。はい。普通の人生から一歩踏み出せば全てが変わる。なんか4つぐらい案出したらこれでいいですとかで、あ、そうですか。そんな感じで推薦しております。はい。ゆるい感じで推薦しております。いやはい。ぜひ、まあ、かわいい本ですので。手に取ってあげてください。嘘っぱちな本が多い中で、これはとても真摯に書かれている本ですので。はい。というところで、なんだかんだ言って1時間ぐらいやってしまいましたね。やってましたね。はい。グダグダでしたが、2人だけの漫談というと、結局、デニス・タナカンプさんは登場されませんでしたので、残念。どこかで、多分この画面で多分こんな感じで半分で登場するんですよ。うん、来るんでしょうね。ツイッターのアイコンの通りにね、出てくると思うんですけども。うん、ちなみに、タナカンプさんって誰だよって思う方もいらっしゃるかと思うんですけど、このモレボーン2の、はい、118ページに出ている方です。同じ人物ですね。ダジャレをモレスキンに記録しているという、そういう、方です。はい。また、田中さんには お呼びして、紹介したいです。はい。お話聞きたいと思います。来週はですね、ついに、倉下さんの新刊が出るということですので、ぜひお誘いして、お話を聞きたいと思います。また、あと2週間後、あれですよね、僕ちょっともしかしたら米国にいて、まさにそのクリスのワールドドミネーションサミットにいる可能性が高いんですけれども、たぶん、ちょっとご用事で、加藤さんはいけないと。残念なことです。まあ、ちょっとそこで時差を超えて、なんとか、このハングオーツオンエアをできるかなと、画策中であります。で、2週間後にもゲストを、ご用意してますので、やっていきたいと思います。じゃあ、こんばんは。これにて、アピールアクション20。